ブリッド・アソム・バロンガは、コンゴ民主共和国の首都キンシャサ出身のプロサッカー選手。サッカーコンゴ民主共和国代表、ミドルズブラ FC 所属。ポジションは FW。キンシャサで生まれ、生後8ヶ月の時に家族と共に、ロンドンに移住。父親は、元ザイール代表サッカー選手だった。 兄もアマチュアのサッカー選手。2010年、17歳で、バトフォード FC のアカデミーに入団。リザーブチームでの活躍が認められ、2010から11、シーズンの最後の2試合で、トップチームのベンチ入りを経験した。2012年3月17日のコベントリーシティ FC 戦で、トップチームデビュー。2013年7月31日、 フットボールリーグ1のピーターバラユナイテッド FC と4年契約を結んだ。遺跡金はクラブ史上最高額の110万ポンドが支払われた。すぐにレギュラーに定着し、得点王を獲得したサムバルドックにつく23ゴールをマーク。チームの6位フィニッシュと昇格プレイオフ進出に貢献した。プレイオフ準決勝、レートンオーリエント FC 戦では、 第一戦で1ゴールをマークしたが、トータルスコア3から2で敗れた。チームの昇格こそ逃したものの、自身はリーグの年間ベストイレブンに選出された。2014年8月6日、ノッティンガムフォレスト FC に移籍5年契約にサインした。移籍金は推定で500万から800万ポンドと報じられた。これは1997年に、 セルティック FC から獲得したピエール・ファン・ホーイドンクの450万ポンドを抜き、クラブレコードを記録した。2017年7月17日、チャンピオンシップに降格したミドルズ・ブラ FC に移籍。ノッティンガムに支払われた移籍金は1500万ポンドに達した。2018年3月27日のタンザニア戦で代表デビュー、ピーター・バラ個人。 ありがとうございます。